ハローYouTube、どうも、隣の山本です。桜花賞ね、はい、買いました。ここに貼っときます。ステレンボッシュ、モレイラ、ここから7頭に流しています。アスコリピチェーノ、クイーンズウォーク、チェルビニア、スイープフィート、ライトバック、セシリエ・ブラーシュ、シカゴスティング。はい。まあ、シカゴスティング、セシリエ・プラージュあたりが来たら熱いですね。そうですね。で、コラソンビートは、上位人気の中でコラソンビートは買ってないです。はい。まあ、なんとかね、まあ、穴を連れてきて、ステレンボッシュが入ってくれたらなと。抜けてる馬いないんで、ステレンボッシュも阪神ジュベナイルの時の位置取り一つだったんで、やっぱり中間の感じとか見たらね、アスコリプチェーンのよりはステレンボッシュの方がいいんで、まあ、お願いしますという感じです。安藤さん、チェルビニアいかがですか？そうですね、本当この馬もね、雄大な馬でね、素質は十分あると思うんですけど、ただやっぱり久々という、いや、だからアスコリプチェーンの発汗がすごいのがね、ちょっと気になるよね。気になるかなって気がしますけどね。なんか発汗ダラダラの馬でさ、来たのあんま覚えがないんだよな。発汗めちゃくちゃやばかったのに構想したのって、なんだ、ダービーの時のノッキングポイントが5着に来た時とか、あれちょっと印象に残ってるんだよ。さあ、人気のステレンボッシュ、ステレンボッシュ、モレイラ、チェーノすでにゲートの中に収まっています。最後の枠入りチェルビニアを残すのみとなりました。各馬のゲート入りを見届けて、今年はまさに百花繚乱。さあ、おっと、誰で遅れたの？ライトバック遅れた。まずまずのスタートを見せました。向こう上面、今年は満開の桜の花道を行く18頭です。先行争いは外から湘南マヌエル上がっていった岩田康成、内を見ている。キャットファイト2番手、抑えてコラソンビート横山武史、早め3番手、キャットファイトもすげえ汗かいてる。エトブクレ、さらには足毛の馬体のイケイボン、最内2番クイーンズウォーク、なかなか早めに行きました。5番手6番手、シカゴスティングがいて、セキトバイイースト、セレンボッシュの中段だね。中段の黄色の帽子がアスコリチェーン最上王、それからステレンボッシュがいて、その外からセシリエプラージュワイドラフ、ね、後方からテグメッサです。バグンサがついて、まあ、かもなく不可もなくだな。ワイアンティアレ、ライトバックがいて、スイープフィート竹豊は素足にかけます。最高峰、最高峰か竹豊か、前半の半マイル今通過46秒台。ここ最近で見ると、まずまず平均ペースといったところか。湘南マヌエラが先頭です。まあまあ落ち着いた展開で、さあさあさあ、ステレンボッシュコースあるかな、コース進路あるかな、進路あるかな、これ。そこで、おしおし、外出して、外出して来い来い、モレイラ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 、よし、来た来た来た、抜けてきた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 、コラソンビートが来るな。ステレンボッシュ来た、よし、ステレンボッシュ、ステレンボッシュ来て、アスコリプチェーンで来て、ライトバックも来い、ライトバックも来い、そうだそうだ、15番させ、15番させ、12-9-11、よしよし、取った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 、完璧よね、完璧よね、これ完璧よね、完璧よね、これ。来たよ来たよ、これはライトバック遅れた、出遅れたけど、いいねいいねいいね、12-9-11、うん、まあ速報だと 31.8 倍ですね。アスコリプチェーノが2着、そして最後追い込んだライトバックが3着。いや、安藤さん、はい、見事、クレの2歳 G1 12月の悔しさ、ステレンボッシュ、いやもう、そうですね、思ったより前の方で見た目、まんま問題やん、もう、ステレンボッシュ、無理な形でね、白いシャドウロールね。
競馬としてはすごくうまい競馬しましたよね。はい、というわけでね、モレイラジョッキーからするとこれリズム通りの競馬で、まあ、そんなについてはないんだけど、21点勝って31倍なんで、まあそんなすごい当たりではないんですけど、まあ、当たりは当たりですね。はい、いや、よかった。今年初的中ですね、これで。うん、高松宮記念はね、あの本命は1着に来たんだけど、紐抜けしたんで、今回はちゃんとしっかりね、当てれました。ありがとうございます。バイバイ。